はいどうもであるで、さて今回はですね、なんとですよ、先日情報解禁されましたけれども、リルリーグのフェイロンがウィンターカップ2023の公式テーマソングに起用されることが分かりました。ということで、このことからですね、フェイロンがいつでもどこでも聴けるようになる日が近いと、そういう風に私は考えております。いやもうそうでしょ、だってさ、やっぱテーマソングになったからにはやっぱり配信発売されないと意味がないと僕は思ってるので、いやこのためかと、ずっと温められてきたのはこのためかとね、そう思っております。まあフェイロンね、あのやっぱりこういろんなところでパフォーマンスされてきておりますけれどもね、まだね配信発売されてないわけじゃないですか。でもね、そうなる日が近いと、まあもう12月頭とかにはね来るんじゃないかなと僕は睨んでおります。というのも、まあ、ウィンターカップで言うとですね、去年ですね、バリスティックボーイズさんのですね、ドラマチックを残したいがですね、公式テーマソングとして起用されておりまして、今年はねリルリーグということになるんですけれども、ドラマチックを残したいが配信開始になったのが12月9日とかその辺でしたかね。なのでだから第2週目とか、12月の第2週目の金曜日とかにな、第1週目の金曜日で、まあどういう風に考えるかどうかわかんないですけども、まあ今年で言うと12月8日とかその辺になるんじゃないからみたいな感じで僕は考えてるんですけれども、いやー早く聞きたいね。やっぱこうフェイロンね、まあびっくりしましたよね。あ、フェイロンなんだと思ったんですけれども、やっぱりな、どこにもねまだ配信されてないということで、じゃあかなりの先行パフォーマンスだよねと思ったんだよね。もういろんなところでフェイロンやってたわけじゃないですか。でもね、決まったからね、あの配信を遅らせているとかね、そういう風に考えるのもできるのかなとは思ったりもするんですけれどもね、かなりの長い期間先行パフォーマンスを経て、今回多分12月とかに配信開始になるんじゃないかなと思っております。まだね、いつ配信になるとかっていうのはね、まだ全然ね情報解禁来てないんですよ。そうなんです。ただ僕が予想として、まあウィンターカップの公式テーマソングだったら、まあやっぱ配信されるよね、配信されるんだったら、まあ去年と同様の12月の初旬ぐらいかななんていう風に言ってるだけで、まだ全然ね、あのフェイロン配信されますなんて決まってないですからね、情報出てないですからね、あの言っときますけれども、いやーでもね、やっぱフェイロンいい曲ですからね、ねえ、もう僕はもっと早くね配信されるべき曲だとは思ってたんですけれども、まあまあまあだいぶよね。だってリルスマイルぐらいでね、あの初披露ですからね。そうだからもう半年以上温めに温めまくっているわけですから、なかなかこんな楽曲ないですよね。あの初披露からね配信開始まで温めに温めるなんてなかなかないですからね。いやーまあまあまあという感じですけれども、いやー楽しみですよね。フェイロンね、早く聴けるようになってほしいなーなんていうふうには思ったりもしてるんですけれどもね。あのウィンターカップ今回ですね、まあもう今回だけじゃないと思うんですけれども、 LDH に協賛に入ってるんですよ。そうスポンサードしてるんで、多分そういうところでアーティストさんがね、あの何楽曲のテーマソングを務めるっていうことができるのかななんていうふうには思ったりもしてるんですけれども、いやーもう本当念願だよ。俺はずっと言い続けて、みんなわかるよね、俺ずっと言い続けてたもんね、本当にね早く聞きたいんだよと、早く私はねあの音源で聞きたいんだよとずっと言い続けて、発売しろ発売しろ、配信しろ配信しろってね、フェイロンが先じゃないのか、あの曲よりこの曲よりもフェイロンが先だろってずっと言ってたんですけれども、いよいよその日が来そうだということで、私は本当に胸をね撫で下ろしている次第でございます。だからウィンターカップの開幕戦というか、開会式か、まあ閉会式のどっちかではリルリーグがパフォーマンスするっていうようなこともあるんじゃないかなって思ったりもします。だって去年ねバリスティックボーイズやってましたもんね。そうそうそう、開会式の方でやってたのかな、僕の記憶が正しければなんですけれども。なのでまあまあまあやるとすれば開会式だよね。だって、まあ、閉会式でなかなかってないですからね。だから開会式で今年はリルリーグがね、あのフェイロンパフォーマンスするっていうことになるんじゃないかなって思ったりもしてるんですけどね。僕ね、だからフェイロンの曲聞いた時にめちゃめちゃスポーツというか、まあ僕はどっちかというと野球のイメージが湧きましたけれども、まあスポーツのね、なんかこう盛り上げるのにね、あの適してる楽曲じゃないかなって思ってたんですけれども、まあ多分ね、あのリルスマイルの感想とかでも言ったかなと思うんですけれども、まあそれの予想通りというかね、そのイメージ通りというか、こうやってねスポーツのなんかこうまあテーマソングに起用されているということもありまして、まあそれはそれでね、もうやっぱ曲のイメージ通りだなと思って、僕はねすごくね、うわナイスチョイスみたいな感じでね思ったりもしてるんですけれども、いやフェイロンね本当に。だからこの間のあれでしょ、あのまだ僕まだね全然まだ見れてなくて、アーカイブ配信ねあるんですけれども、見たいんですけれども、ビクトリーグのスペシャルステージでも
フェイロンがパフォーマンスされたみたいじゃないですか。だからやっぱ近いよね。そうそうそう、近いよね。その多分配信会社が多分近いんでしょうね。12月の頭ぐらいに予定してるんでしょう。だからやったんじゃないかなと思ったりもします。だから僕ね、ビクトリーグのスペシャルステージ早く見なきゃいけないんですけれどもね、なかなかタイミングがなくて、まだね買えてすらいないんですよ、アーカイブ配信のねあのチケットはね。だから早く買ってみたいんですけれども、また見れたらね、あの感想とか出したいなと思います。4グループのねパフォーマンスも見たいし、バトルも見たいんでね、スペシャルステージ早く見たいなと思うんですけれども、まあそこでフェイロンのパフォーマンスがあったということでね、本当にかなり長い期間の先行パフォーマンスを経てね、今回ね多分配信になるんじゃないかなみたいな感じで、もう本当に楽しみ。もう僕めちゃめちゃリルリーグの曲の中で一番フェイロンが好きなんですよ。そう、まあ15分とフェイロンがねこう2トップぐらいで今僕の中で来てるんですけれども、で早くフェイロンの楽曲をね楽しめる日がね来たら嬉しいなと思っておりますので、次のね情報解禁、まあまあ10中8区ね配信はあると思うんで、次の情報解禁待っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。多分ね配信が決まった情報解禁が来たらですね、私は大発表すると思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。はい、というわけでね、今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では次の動画でバイバイ。